はいどうも、七森です。今回は缶蹴りのゲームをやっていこうと思うんだけど、実はね、鬼側になった時に絶対に負けない最強の作戦を俺は知ってるんだよね。今回は最強の作戦でリーヌルートを倒していくぜ。勝負だ。いつもは俺はゲームで負けているが、この缶蹴りだけは負けないぜ。測ってこい。勝負だ、測ってこい。3、2、1、5でスタートだ。任せてください。行くぞ。2人でかかってこい。3、2、1、GO! よし、よし。もうウルトグレーダーがちょっとあの後頭部を眺める作戦に行くから。残念だったな。缶の前に俺はずっといるぜ。おい、マークに触られてるのか。おい、触ったらアウトだぞ。おらだから言ったら、おらビビってんじゃねえぞ。おら缶の前をちゃんと死守するんだよ。それが缶蹴りの鉄則だ。鬼側のちゃんとプレイングをすれば絶対にこの勝負負けない戦い。ただしかし勝つこともできない。負けないが勝てない。これはどうしたらいいんだ。もうこれこれずるい。これはどうしたらいいんだ。これどうしたらいいんだ。これ勝ちもないが負けもない。ひたすらこれは環境戦か。いいのが踊りになるやつ。作戦 A あれ覚えてる。任せてくれよ。そんな作戦があるのか。嘘だろ。ちょっと待ってくれ。おいナーク、残念だったな。近くに来ても俺は倒しに行かないぜ。倒しに行っても倒しに行きまーす。コロンコロン、一緒にマイクラで缶蹴りやんない？いや、それマイクラじゃなくね？